さあやっていきます。はい、オーディションでございますとね、何人来るか分かんないです。まあ半分ぐらい来るんじゃないかなと思って、そもそも今回は数えてすらいません。何人来るんですかとか来てたけど、そもそも数えてないですね。はい、まあ半分ぐらいは来ないと思ってので、まあ、いろんな方が来ましたんで、経歴は本当バラバラ、まあ多分ここから聞いていけばいろんな面白い経歴の人が出てくると思いますけど、はい、まあいろいろ編入試験とかね、いろんなの来ましたけど、一番まあ面白かったのは大学のその編入でどういう入試形式ですかって言ったら、小論文と面接ですって言ってましたね。このプロジェクト、小論文と面接の人いても何もできないですけど、はい。まあ今回は、ちゃんとあの、模試受けてもらうとかですね。はい。前回模試受けなかった人たちいたりとか、実は模試受けてたけど、点数が悪いから発表しなかったとかですね。そういう方もいらっしゃいましたんで、まあわかんないです。この時点から何人残るかわかんないので、そもそも。まあいろんなパターンありますけど、それをちゃんと受けてってもらう。まあ、3回ぐらいは絶対受けてください。はい。年に。もう、それないと話にならないっていうか、もう申し込み始まってますんで、お忘れなく。あと、ただただお金だけ欲しいですみたいなんですね。抑えのところでやっても全然企画にならないので、ちゃんと頑張ってやってもらうっていうのが大事になりますので、はい。今回ね、ユーロは非常に悩みました。どうするんだ。抑え大学の時にも出してあげるのかみたいなんですね。はい。ということで、その辺があります。はい。じゃあ、それぞれ誰なのかを聞いていきます。で、はい。じゃあ、今回ちょっとカメラ持ち歩きますんで、マイクの。じゃあまずはどうぞ。もう分かんない、私自身も誰が誰だか分かりませんので。はい、はい、大久保と言います。こっち神戸です。はい、大久保と言います。早稲田の政教を中退して今東大受験をしています。以上です。短っ。なんで早稲田中退したの？今言います？それ嫌なの？いや、なんか後でいいの？いや普通に早稲田を中退したのは退路、あの東大受験において退路を断つためです。ああ、そういうこと。へえ、ということで、なるほど。もう東大のどこ？東大分散ですね。分散、はい。じゃあ次、はい、うちのチャンネル唯一出たことあるしね。はい、はい、元ミラクルホーズの田中瑠奈です。お願いします。短い、短い。え、何でしょう。あ、はい、ミラクルフォーゼなんて知ってるわけないし。あ、本当にそれ僕も知らないです。テスト受けて20点だっけ、20点。そうそうそう、なんかあのね、一回学力テストやったんですけど、全然ダメだった。ケツだった。アイドルですね。はい。あのな、いくつも動画出てますんで、はい。見てないな、お前ら。見てない。出てる。はい、で、どこの受験するんでした？青山学院大学です。そう。なんで？え、なんか、美男美女が多いって。おぉ、それが理由。あと、なんかみんなの大学の話聞いてたら、ちょっとね、なんか楽しそうだから。そうなんですね。絶対叩かれるじゃん。マジでそれな。通信結局どうしたんですか。通信はなんか留年したから高校卒業認定取りなさいって言われて、今申し込みしました。8月あ、高卒認定からってことですね。あ、そう。大丈夫なの。それは高校1年生までだから、いけるいけるって言われました。まだ耐えって。信じる、知らんぞ。はい、わかりませんが、さあどうです。じゃあ後ろ行きます。大橋と申します。現在都内の某私立大学に在学中です。志望校は国立の理系。具体的にはまだ未定です。コメント欄で叩かれないように頑張ります。よろしくお願いします。そんなの知ってるじゃん、学歴中なんて。そうです、頑張ります。あんな生き物不可能です。はい、ただことでしか生きがいがない人たちなんで、はい、無理だと思いますが、まあ、国立の理系ですね。はい、今もう理系ってこと？いや、文系。文系なの？利点するつもり。現役の時、文系で国立落ちちゃって、今私立通ってるって感じです。はい、なんで利点したいの？いや、なんか、兄が理系なんですけど、それちょっと、ずっとコンプレックスで理系じゃないことが、それでもう、そのコンプレックスを晴らしたいっていう。僕もちょっとコンプレックス気味です。それはそうじゃ、コンプレックスですよ、基本的に来るのはね。そうですね。はい、理系じゃなきゃダメって。はい、はい。じゃあ、私指定されたところで。はい、響きです。志望校は法政大学で、現在仮面浪人をして受験してんですけど、落ちたので今休学して勉強しています。はい、どういうこと？仮面浪人。あ、はい、仮面浪人で落ちました。仮面浪人で落ちましたって、一回仮面浪人して、はい、で法政受けたってこと？あ、そうです。ああ、そういうこと。何学部？経営です。あ、狙うは経営ってことですね、法政の。はい、了解です。さあ、ミネです。今年はまあ主に国際学部を受けて全落ちしました。はい、英検のスコアがまだ足りないんで、スコアアップ目指して勉強していきたいと思います。あ、英検なんだ。はい、目指すとこは早稲田の国際教養。ああ、国教ね。はい、英検何級持ってんの？今準1級です。ああ、準1級持ってんの。目指すっていうのは準1級の CSE スコア上げるってこと？今2350くらいなんで、うん、あ、十分あるじゃん。いや、でももうよくわかんないんですけど、足りなそうなんで。足りなそうか。1級は取るってこと？そしたら英検迷ってます。それはちょっと、まあ、まだ国際協力でね、プラスにするんだったら、まあ、はい、ね、1級取る手もあるからね。わかりました。はい、はい、
そしてこんにちは、和夫です。19歳です。年齢言うんだ、はい、あ、そっか、別にいいよ。早稲田志望です。頑張ります。早稲田の法学部で志望です。あ、そうなんだ、はい、なんで法？ちょっと知り合いが弁護士になったりしててかっこいいなって思って、中学の時から目指してます。どこか受けたんですか、前は？あ、去年と一昨日、あ、一昨年が一昨年が、早稲田受けて、一昨年が法と社学で、去年が法、小、社学。なるほど。で、まあ全部ダメでって感じで二浪目です、はい、お願いします。やっぱり太郎のソースですね。アスカです。志望校は早稲田のスポカです。ああ、あなたがスポカの人ですね。なぜ？なんかスポーツやりたいな。スポーツやりたいな。なんか興味があるので。うん、何のスポーツ？なんかいろんな。いろんな、はい、で、なるほど。なんか現役の時は10月まで部活やってて、うん、ニット駒線に受かって、うん、その後自宅浪人して、うん、受かった大学に今通ってます。なるほど、ということでございます。スポカ、じゃあ和子の後輩を目指すってことですね。なるほど。ではでは、行きましょう。大丈夫、人数はいるんですが、それでもやっぱ来てないからね。そもそもだって5人ぐらい女性が来てたから。すごいっすね。それで、だって、ルナ覗いたら1人しかいない。4人来てないから。そういうもんですからね。来ただけですごくないですか？そうです。来ただけですごい。和子自体もそうでしたからね。来ただけですごいって。あとは女性が何人いますかとか、男女比と聞いてきた人もいたし、頭おかしいでしょ。いや、でもわかんない、その人は女性だったら、わかんない、わかんない、女性だったら、そうそう、男ばっかり怖いっていう可能性もあるし、まあわかんない、そういう人たちもいたし、でも一番面白い経歴の人がいないから、そう、応募してきた人の中で一番すごい経歴の人はいない。あれ、活動してるよね。活動してる人けど、その人来ませんので、あの岸田総理を倒すための、どういうことや。どういうことや。もうなかなか面白い経歴の人いたんですけどね。その人も来てないですね。とか、まあまあまあ、あと他にも面白い人がいましたけど、そんな中、はい、ね、あと大井明がしょっちゅうでコメント来てたな。はい、あ、 YouTube にいました。そうそう、受験生版、受験生版の、はい、そうそう、応募するならインスタで応募しようっつってさっき来てましたね。いや、もうオーディションしてますよっつって送って、え、さっき来たんすか？さっき来た。まあ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 、そういうね、いろんな方がいますが、じゃあ基本的に、マーチでしょ、で、国立でしょ、国立文系、まあ東大だけど、国立理系で、早稲田ですね、三早稲田、二マーチの、まあ、理系でも国立系は珍しいですからね。で、基本的にルールとしては予備校通ってる人に文句は言いません。その予備校に関しても文句は言わないんだけど、ただやっぱりあまりにユーロはひどかったので、そこはちょっと何かしらやっぱも、まあ、ただユーロは模試を持ってこなかったんで、だからそのアドバイス自体ができなかった。で、なんで、まあ、もし受けて持ってきてくれれば、さすがにやっぱ何かしらのことは言わないといけないなと思うので、今年はちょっとやっぱり口は出そうかなとは思います。多少ですけどね、いろいろやっていくと思います。まあ、あとは皆様の経歴によってそれぞれ企画はいろいろあると思いますが、やっていきましょうということで、はい、今何分ぐらい、何、絶対横も来ないよね。絶対間に合わないよね、こんなんね。で、基本的にうちの動画は知らない人が多いかもしれませんが、めちゃめちゃ短い撮影時間は、実際のところ他の YouTube チャンネル、例えば花の伝言だったら3時間とか撮って1本とかですね、3、4時間撮って1本ですけど、実際15分以内で終わりますので1本。だからなんかいろいろよく言われるんですけど、こんな企画に出ててとか時間がどうだったら、めっちゃ短いです撮影時間は。だいぶ短いので、そんなにめちゃめちゃ時間を取るとかはありません、特に。なんで長時間配信とかじゃない限りはですね、ありませんので、そこは心配しないでくださいという感じでございます。で、ただしご存知の通り、コメント欄は汚いです、はい。どうしてもやっぱりそこはああいう人たちの集まり、巣窟になってしまいますので、こうどうしても勉強でしかマウントが取れないような人たちの集まりになってしまうところがあるので、だから例えば横浜も一切見てないので、コメント欄見てないので知らないですから、だから何とも思わない。なんでそういうのが無理って人は見ないことをお勧めします、はい。だからユーロとかはもうそれに左右されてガーってなっちゃうし、もうね、坂上とかはもう大変でしたからね、本当にご飯食べれなくなっちゃったりとかいろいろありましたんで、それぐらい、まあ、平成保ってたようで見えて、あ、全然動画ではなんか喋ってるけどね、これも動画で、はい、見てないからちゃんと見てください、全部そのストーリーでも話してますけど、はい、っていう今
この間の GTO でも言ってましたけどね、そう、誹謗中傷っていうのは人を殴られた時と同じところの脳の部位が動くんだみたいなこと言ってましたけど、はい、そういう感じなんで、まあそういう人たちに負けずに頑張ってもらえればと思います。はい、残ると思ってないですか、そもそも。どうせ半分残んないんじゃないかなと思ってますけど、ただメッセージのやり取りは圧倒的に今までの中でやっぱりちゃんとしてるので、多分相当ができないです。一体どんだけメッセージやり取りできないんで、毎年思われるんだけど、まあメッセージやり取りできるやつは本当少ない。今年は多かったので、メッセージをやり取りできる、よかったと思ってください。常識があるんだと思ってください。そう、はい、横山ですら LINE はもう常識ないです。非常識めちゃめちゃ非常識ですから。でもこれだけでもすごい良かった。でもだから結局だから多分半分ぐらいだと思うんですよ、残ったのは。はい、もう応募してきた人の中でここからもう最多で圧倒的に多かったんで、すごいたくさん来たので、はい、でまあ無理だろうなこの人っていう人たちはやっぱり見なくなってったんで、さあでは分かりますね、あなたたちがやることはここから A 文法の模試、模試かも、模試はやらないですけど、はい、問題解いてもらいますからちゃんと、はい、あなたが取れるわけないでしょ、あなたが取れるわけないでしょ中学終わりました、中学終わった、じゃあ中央大学の問題です。はい、中学じゃない中央大の問題、ありがとうございます。ふっふっふ、さあどれくらい解けるかな。